その無機質な空間性っていうのは、僕はこの笹川さんにこの層を何度も出しますが、これでいうとその空虚な日本の歴史の積み重ならなさみたいなものを制度とかいろんな言葉で言ってますよね。その雅的な空間みたいな、その歴史が繰り返さないで天皇という空虚が存在してそこに歴史が堆積しないっていう、その空間とそのエンドレスエイトのその歴史が堆積しないで、その服とかが違う、あるいは演出が違うという微小な差異だけを消費していくという点において、高度消費社会みたいな、その微小な差異だけを消費するスノビズム空間、つまり雅の空間のその空虚な日本の出られなさみたいな、空虚な日本というか、まあ悪い場所ですね、沢崎さんの悪い場所からの出られなさみたいなものを今のアニメとかがやってると思うんですね。で、例えば日暮しはあれ最終的に突破して外部にたどり着いたわけですよね。 でも、まあ、エンドレスエイトも外部にたどり着くわけですが、その悪い場所を突破して外部にたどり着こうとする批評、まあ、佐々木さんの話では批評っていうのもそういうループを繰り返してるっていうふうに読めるんですが、それとその最近のアニメのやろうとしてることっていうのは、その日本の悪い場所性みたいなものを突破しようとしてることなのかもしれないとも思いつつ、でもエンドレスエイトははっきり言って苦痛ですよ。もう1話目とかは普通にその、まあ、春日はうざいし、別にいたらなんか面殴ると思うんですが、まあ、そんなの言って普通にあの、まあ、女の子た可愛い女の子3人との楽しい夏休みといういいものが繰り返されていくうちにだんだん苦痛になっていくわけですね。あれっていうのはやっぱりそのアニメっていうのは基本的にいろんなアニメ見てるけど、ループ自体がループしてますよね。いろんなアニメの中でループ自体が細かい作用を持って、ループ自体に細かい作用を持っていろんなアニメの中でループしてるような印象を受けるんです。いろんなアニメ見てると、ちょっと今の補足して、それはセーラームーンがセーラームーンエースになって、はい、セーラームーンエーススーパーズになるみたいな、そういう感じだし、まあサザエさんとかもそうだし、まあ、日暮らしやってエンドレスエイト見て、まあ、ループなんてもういっぱいあるわけですよ。今すごいあるわけで、ジョジョとか、まあいっぱいあるわけで、そのループがループしてるみたいなところに、そのループのとループ